はい、本日はですね、ノースフェイスのパックティーを紹介していきたいなというふうに思います。そちらのアイテムがこちらになってます。こちらワンセットで2枚入りということで、パターンが何個かあって、白白であったり、白黒であったり、黒黒であったり、白ネイビーとか、こう何パターンか自分で選べるんですけど、今回僕は白とブラックを購入したので、早速開けていきたいなと思います。はい、それでは出してきました。こちらがパックティーになってるんですけど、今回白と黒を買った理由っていうのがあるので、それは後でお話ししていきたいんですけど、まず最初にこちらノースフェイスのパープルレーベルっていうのはですね、僕今まで紹介一度もしたことないんですけども、パープルレーベルではなくて普通のノースフェイスは今まで購入したことあるんですが、パープルレーベルってほんならなんやねんっていう話だと思うんですけど、パープルレーベルっていうのはですね、ノースフェイスとナナミカというブランドがコラボして作ってるアイテムになってまして、よりどっちかというと街中とか、あと私服として着るような感じの、ファッショナブルなアイテムが多いのがこのパープルレーベルで、普段のノースフェイスであれば登山でも行けるし、ハイキングでも使えるような結構機能的なアイテムが多いと思うんですけど、こっちに関しては機能もあるんですけど、それ以上により日常着に近いっていうのがこのパープルレーベルになってるので、今回そちらのブランドが出してるパックティーを購入したっていう流れになってるんですけど、では特徴を見ていきたいなと思うんですが、まず一つ目の特徴としてはですね、インナーに最適っていう流れになってて、なんでインナーに最適なんかっていうお話をしていくんですが、インナーとしてそもそも使う時って、例えばワイシャツの中であったりとか、あとポロシャツの中で着はったりする方っていらっしゃると思うんですけど、そういう時に求められることっていうのは、要は吸収性、しっかり汗を吸ってくれて、脇とかこの胴回りの汗を吸ってくれて、なおかつ汗冷えしないように乾いてくれるっていうのが結構インナーでは求められる機能やと思うんですけど、その機能をしっかり果たしてくれるようなパックティーになってて、なんでこの T シャツにはそんな機能あんねんっていうことなんですけど、その理由としてはですね、コットン 50%、ポリエステル 50% という素材で作られているので、まずコットンの 50% っていうのはしっかり汗を吸ってくれるっていうことになってて、この脇とか首回りとか胴回りの足をしっかり吸ってくれるんですけども、もう残りの 50% のポリエステルがその濡れた生地っていうのを乾かしてくれる役割をしてくれるので、その 50-50 という割合によってインナーとしての役割がきっちり果たせるようなパックティーになってるっていうことになってます。なので、例えば夏場のおじさんとかやったら、ワイシャツの下がもうびっちょりこの脇の汗マークついてることってあると思うんですけど、それぐらいやっぱ汗ってかくと思うので、そういう時にインナーをコットン100のインナーにしちゃうと、しっかり汗は吸ってくれていいんですけど、乾かないので、もうどんどん外カーのワイシャツまでびちょびちょになっちゃうっていうことになってるんですけど、こういう乾きやすいような T シャツを着ておけば、びちょ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 が起きないので、ワイシャツまで浸透せずに済むっていうことになってて、もちろん大量に汗かいたりとかするとですね、もう全然関係なくもびちょびちょになるんですけど、多少の汗であればポリエステル50っていうのが結構いい働きをしてくれてて、しっかり乾かしてくれるっていうのが、こちらの T シャツの一つ目の特徴です。それがですね、クールマックスっていう素材になってるんですけど、そんな難しい言葉を使うより、要はインナーで優れてますよっていうことになってて、で次の特徴がですね、これあんまりよろしくない特徴かなと思うんですけど、手首スケスケマンボウっていうことになってて、手首スケスケマンボウっていうのはどういうことかっていうと、こういうパックティーって、人によればインナーでしか着ないっていう方もいらっしゃれば、もう完全にこういう感じでトップスできるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、このパックティーに関しては結構生地が薄くてですね、1枚で着ちゃうとお手首が透ける可能性って非常に高いので、これを着はる方って結構多いのが、トップスで着たいんであれば中にタンクトップを着たりとか、中に T シャツを着た上でこういうのを着れば全然透けることはないと思うんですけど、ただ1枚で着ちゃうと、かなりこう形とかは結構出やすかったりとか、それ以外にも色とかも結構出やすいので、僕は今回白白を購入せずに白黒を購入したっていう流れになってて、もう購入する前からこれ透けるのは分かってたんで、白を買うのどうかなとは思ったんですけど、一応これ動画にすることによって参考になる方いらっしゃるかなと思って購入はしたんですけども、やっぱりこう見てみた感じは、透けるかどうかは人の色によって変わるんですけど、色の濃度が濃い方、要は濃い系男子の方であればがっつり色は映ると思うんですけど、濃度が薄い方、薄い系男子であればそんなに色は映らないんですけど、この形っていうのがいかんせんこう出やすくて、なんでこんな形が出やすいんっていうと、先ほど言った特徴の中でポリエステルを使ってるっていうのを言ったと思うんですけど、ポリエステルっていうのは体に綺麗に沿ってくれたりするので、それって逆を言えば形が出やすいっていうことになってて、これも人によったらですね、お手首の形は見えると思うんですけど、それ以上にこのお腹のところの、もしふくよかな方であればおへそのブラックホールまでちょっと見えちゃうんちゃうかっていうぐらい、形とかははっきり出やすいかなというふうに思いますので、トップスできるには少し難しい、でもしくはトップスできたら体型がしっかり出ると思うので、そういうのが嫌な方とかであればインナーで使うのは全然問題ないんじゃないかなと思います。で、一応生地の薄さっていうか、どれぐらい映るんかって見てもらいたいんですけど、このここにですね、ノースフェイスってパープルレベルのロゴがあるんですけど、これをちょっと近くで見てもらうと、これぐらいは映ってるという感じになってて、多分結構映ってるのが見えると思うんですけど、これアップにしたら見えてるかなっていう感じになってて、一応こうやって裏面も表面も無地になってて、表面はポケットがここに1箇所あるんですけど、それ以外は無地でシンプルな作りになってるので、
ので多分1枚で着てたらノースフェイスとは分からないような仕様になってます。でこちらのブラックもですねこんな感じでパープルレーベルのロゴがあって、別にこれに関しては裏返してもブラックなんで全然色味は分からなくて全然透けたりすることもないですし、であとはシンプルな無地になってるので、まあ、透け感とか気になる方であれば色味はこのブラックとかこれ以外にもネイビーっていうのがあるので、そういうのであればあんまり形とかは出づらいと思いますし、まあ、例えばこうやって手通したりしても、まあ、そんなに形があらわになるっていうこともないと思うので、トップスで着たい方は、まあ、白よりかはこういうブラックネイビーの方がいいんかなというふうに思います。ではですね、まあ、これ実際触ってみてどんな方におすすめなんかっていうとですね、やっぱりインナーで着られる方っていうのは、例えばスーツの中とかで着られたりとか、あとお仕事の制服の中で白 T 着やなあかんとか無地 T 着やなあかんとかっていう方であれば、普通の T シャツよりかは乾きは早いと思いますし、なおかつ触った感じは普通にコットン100っぽい感じなんで、ジムっぽい感じではなくて普通の T シャツ着てんねんなみたいな感じなんですけど、まあそれにしては乾きは少し早いっていうような感じになってたりとか、あとまあトップスで着たい方であればこういう色味がついてるタイプであれば全然形も出ないですし透けることっていうのはないと思うんですけど、この白 T を着る場合のみやっぱりトップスで着たい方であれば中にタンクトップとか T シャツとかインナーを挟んだ方が形もあらわになりませんし、見えたらあかんもんも見えないと思いますので、まあその辺が触ってみた感覚かなというふうに思います。別に特にめっちゃくちゃ薄いとかっていう感じはないんですけど、まあ、ポリを使ってる分しなやかさがあって、まあそれはいい分で言ったら速乾性はあるんですけど、悪いところで言ったらしっかり形も拾ってくれるようなところっていうのがこのパックティーの特徴になってるかなと思うんですが、まあ元々の用途としてパックティーって肌着なので肌着で使う分には全然問題ないと思うんですけど、トップスで着たいってなってくるとちょっとまあ問題は出てくるかなと思いますし、まあ僕個人的にも絶対トップスで着ることはないと思うので、インナーでまあ今後着用していこうかなというふうに思ってます。でまあこれがですね2枚入りで7500円ぐらいっていう感じだったんで値段はっきり覚えてないんですけど、まあそれぐらいって考えると1枚あたり大体3500円以上してるので、インナーとしては高いって思われる方もいらっしゃるかもしれないですし、仕事のパフォーマンスを上げるために必要やっていう方もいらっしゃると思うので、まあその辺は人によって価値観は違うと思うんですけども、まあ僕も実際着ていってみてこれからどうやったかっていう話はしたいと思うんですが、今の段階ではこうやって触ったりとかしてるぐらいなんで、丸1日着たりとか汗かいた時にどうなるんかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ気になる方は参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでまあこちらのアイテムはですね、動画説明欄にリンク貼っておきますので気になる方は見ていただければと思うんですが、その購入する際に間違わずに、例えば白白がいいのか白黒がいいのかとかっていうのをしっかり間違わずに選んでいただきたいなというふうに思いますし、僕自身も結構それがややこしくて、これ白黒なんか黒ネイビーなんかちょっとよくわからへんと思いながら迷いながらちょっと購入したっていうのはあるので、適当にポンって買って気づいたら全然違う色届いたりしたら困ると思うので、まあその辺だけ注意していただければなというふうに思います。ではですね、本日はノースフェイスのパックティーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.